こんばんは、タバです。お元気ですか？今日は10月の29日の、金曜日の夜ですね。花金ですけど。プレミアムフライデーってどうなったんですかね？プレミアムフライデー。まあそんなこといいんだけど、今日皮膚科に行ってきて、僕肌がですね、乾燥してね、こうなんかブツブツができたりね、ブツブツっていうかなんか何？点々っていうのはなんかこう、かゆい、とにかくかゆいと、全身が。ちょっとわかるかな？赤くなってんの。全身がとにかくかゆくて、足もかゆくて、皮膚科に行ったんですよ。で、僕もともとかゆいってことがあんまなくてっていうか、そのちっちゃい頃は、弟とかアトピーで、それ見るたびには気合だと思ってたんだけど、その、かゆいなんて甘い、みたいな。かゆいなんてことは、かゆいなんて幻想なんだ。お前が自身が作り出してるんだ、気合を入れろって思ってたんだけど、僕もなんでこんなことを言えるかっていうと、僕ももう、かゆみに苦しんで長くなりまして、その21ぐらいの頃から、そのこういう湿疹が背中とかにできたりとか、ずっとしてて、で、虫刺され、蚊に刺された後も僕すごく治りにくいんですね。で、治りにくくて、かいてるうちに硬くなって、で、なんかこう、なんていうのかな、半年とか一年とか続いちゃうみたいな。で、もう、蚊に刺されたのが始まりなんだけど、まあそうじゃなくてなんかこう変な、なんていうのかな。もう蚊は関係ないゾーンに突入するっていうことがもうよくあってですね。で、だから21ぐらいの時から僕は初めてそれを苦しんでた時の様子を、だから22、3かな。だからもう、これどうでもいいね、こんな話。なんか7、8年ぐらいずっと痒みと、なんかこうコンスタントに戦い続けてる感じなんですけど、なので痒みは甘えじゃないんですよ。本当に痒いのって辛いよね。で、もう最近眠れなくて夜、痒すぎて、で、そうで、もう寒くなってもきて、でも室内はあったかいんだけど、ヘルシンキもなんかこう寒いかったり、暖房がまだこのなんかアジャストできないというか、まだ寒い日と寒くない日が結構繰り返してるから、日によってあったかい日が寒いとかあって、で、長ズボンで夜寝てるとやっぱもう痒くて仕方ないみたいな、まあとにかくそういうことがありまして、今日皮膚科に行ってきました。で、皮膚科でですね、先生にと会っても話したんですけど、で、まあいろいろ見てもらってですね、このいろんなパーツを、で、なんか顕微鏡みたいな、こう手のこう、これこうやって見ていろいろ見てもらって、そしたらなんか乾燥させちゃいけないと、乾燥してると、で、僕はなんかアトピーだって言われたんですね。アトピーで、その虫に刺されたのが始まりのやつも、その他の部分のやつも、同じアトピー、出方は違うけど、アトピー体質っていうのかな、アトピーだっていうふうに言われて、で、その先生が言うには、その薬を出してくれたんですけどね、その薬をね、もうたっぷり塗ると、1日2回、薬をこうやって、本当にこの手、たっぷりの薬を全身に塗りなさいって言われて、で、その、このちっちゃなかゆいところだけにこうやって塗る、ノーみたいな、ちょんちょんちょん、ノー、たっぷり塗れ、全身塗れ、そしてそれはもはやクリームの中に入れみたいなこと言ってて、その薬を塗るんじゃないって、 You will be in the cream みたいなこと言ってて、だからもうとにかく塗れと、もうかゆいかゆくの関係なし、全身にくまなく塗れと、1日2回、そして塗り薬と別にシャワー後の保湿クリームを出すと、それもたっぷり塗れと言われてですね、で、処方箋を書いてもらって薬局に、別の場所にある薬局に行ったんですよ。で、薬剤師の人にこれ出してですね、たら薬剤師の人に、これ薬多いですねって言われて、で、僕も、そうなんですよ、もうたっぷり塗れって言われたんでね、みたいなこと言ったら、いや、そうじゃなくて、薬の量、多すぎるけど、これ、今日全部いるんですかって言われたんですね。で、それ、処方箋よく見たら、その、100g の塗り薬が10箱と、その、500g のボトルの保湿クリームが10箱、合計 6000g の塗り薬を、処方されてたんですよ。で、これはどういう仕組みかというと、フィンランドはですね、それが僕の ID と紐づいていて、その僕の ID に2年間そのだけの薬を薬局でもらうことができる権利みたいなものが付与されていてですね、なのでその処方箋持っていかなくても僕の ID カード出せばですね、有効期限いつまでで、何箱分って
入金期限いつまでで、その期間内であれば、その何箱っていうのを、好きな配分で買えるようになってるんですね。で、多分、お医者さんもそんな、リソース不足なので、フィンランドは、慢性的に。おそらく、その、毎回処方箋を出すみたいな、たるいことはしないんですよ。なんで、2年分まとめて、ドーンみたいな感じで。あ、確かにそうだなと思って。で、でも、その、たっぷり、これだけ、大量に塗れって言ってたから、その、どんぐらいいるのかなと思って、あんま 100g っていうのはあんま想像がつかなかったから、じゃあ、1箱いくらなのかって聞いたんですね。その1箱、100g のクリームと、あと 500g の、保湿クリーム。ただ、100g の方は1箱、だいたい2000円ぐらい。で、500g のボトルの方は、3500円ぐらいって言われて、だから全部 6000g 買うと多分6万円くらいになるっていう。だからそれでもう買えないわと思って、とりあえずだからその塗り薬ですね、100g のやつは3箱と、だクリーム、保湿クリームは1箱、だから 500g。それでも結構 800g 結構重い、量になって、それ帰ってきたんですけど、その帰ってくる前にね、その、こいつ箱を、クリーム使い方、塗り薬の方使い方分かるかって薬剤師の人に言われて、分かる分かる、1日2回たっぷり全身に塗れって言われたって言ったら、目には塗らないでねって言われて、その、僕もそれを聞いた時に、なんだろうな、なんかね、いろんなコミュニケーションがなんか、うまくいかない日だって日でもあって今日は。なんかその本当にそれ聞いた時に膝から崩れ落ちそうなんて、いや、目には塗りませんよって感じだったんですけど。そしたらなんか薬剤師の人も、僕のその、目は塗ら、あ、はいはいみたいなリアクションを見て薬剤師の人も笑ってましたけどね。そんな感じですかね。そんな感じなので大量のクリームを手に入れて、あとはこれを毎日塗らなきゃいけない。本当に大量に塗れって言われたんで、もう本当に常にテカテカみたいな感じで、しばらくは言おうかなと思います。以上です。